フロムザ・バレルは日課ウイスキーが製造し、朝日ビールが販売するブレンデッドウイスキーである。フロムザ・バレルは1985年10月に日課ウイスキーから発売された。通常ブレンデッドウイスキーは熟成を経たモルト原種とクレーン原種をブレンド後、さらにもう一度樽詰めし、数ヶ月ほど再貯蔵した後、40%程度までアルコール分が薄められるが、 フロムザバレルは、バーボンバレルで熟成したモルト原種と、同じく、バーボンバレルで熟成したカフェグレーン原種をもとに極力割水を抑え、カスクストレングスやバレルプルーフバーボンに匹敵する51%のアルコール分で販売されている商品である。なお、四角いボトルデザインの開発は、1984年に同社から発売されたニッカピュアモルトシリーズ同様。 グラフィックデザイナーの佐藤拓によるものである。以下の品評会で、数々の賞を受賞している。商品情報フロムザバレル、ジャパニーズウイスキーの定義業界団体が作成。日本経済新聞2021年2月16日。ジャパニーズウイスキーの定義に関する Q&A、東京ウイスキースピリッツコンペティション松尾 204P、AB フロムザバレルサイト。 リミテッドエディションウイスキーズ日課ウイスキーハット日カウイスキープロダクトカタログありがとうございます